かわいいありがとう、こまじゅんやほ、だいち、こんにちは。ケリーさん、こんにちは、リオリアさん、こんにちは。としおさん、こんにちは。けたろす、けたたそう。<laughs> ということで、えー、急遽ラジオ配信をさせていただいております。ラジオ配信を。始めました。 ちょうど仕事しながら何か BGM でも流そうかと思ってたところでしたいやそれちょっと伝わってきまして始めました <laughs> やったねーあ年をもてをもてさしてくれてありがとう猫のドライバーさんにゃんにゃんこんにちはも、うん、星投げもカウントも皆様ありがとうございます ありがとうございますねくまじゅんありがとうありがとうエスパー金沢って何？にこにさんこんにちはあにぃさん道端に咲いていたら誰かがきっと積んでしまいそうなぐらい綺麗なお花をたくさん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 ありがとうこにさんこにぃさんありがとうぶベックさんこんにちはお仕事頑張ってくださいましさんこんにちはもしかして今日暇なのゆきちゃんバレてたバレてた OKD さん、道端に咲いていたらきっとだ。OKD さん、道端に咲いていたらきっと誰かが摘んでしまいそうなぐらい綺麗なお花をありがとう。ジュシロー、こんにちは。マッサーンマッサーが勇気を卵前でモテモテにしてくれてる。<laughs> マッサーモテモテありがとう。たくさんモテさせてくれた。 はじめちゃんハートありがとうあ英語マッチラブフロンハワイハワイにいるんですかはじめちゃんラブチューニュンありがとうありがとうハートうれしみですよ ハワイから、ハワイいいんな行きたい。go to the ハワイドリーム。夢はハワイに行きたい。誰か私をハワイに連れてって。愛してるの言葉じゃ足りないくらいに真宙が好き。ありがとう。名前を呼んでくれてありがとう。 はじめちゃん、ハートいっぱいありがとう。ゆきに今日はテンション高いかな。いつも高いよ。真ひらの舞台に行く。あ、いいの。I want to go to Hawaii だよ。ホノルルマルソンにまた出よう。出たい。ゆきにこんにちは。こんにちは、パチャさん。地元楽しんでる地元ね。地元ね、ね 楽しんでるっちゃ楽しんでるけど、うーん、楽しんでる。<laughs> 楽しんでる。地元、まあそうだね。ご飯は美味しいの食べてる。ドイちゃん、こんにちは。お昼ご飯何食べますかえー、聞いてくれる配信が終わってからジンギスカンを食べるよ。 そうジンギスカンを食べるの日本ってハワイやばいねねえ今日髪染めようと思ってるんだけど何色がいいとえー、染めちゃうの染めちゃうのユウキはアッシュ系が好きマモマモマモルこんにちはこんにちは大地いいねありがとうクー言うとおりますマヒロに会うの1年ぶりいいな会いたい 明日はティフのリハがあるんですよだから今日練習しないとって感じでございまーす周りがみんな染めるっていうかなるほどね玉小牧大しゆきさんこんにちはなりたいし <laughs> 大使になりたいし明日から十月だよ。やばいですね。やばいですね。勇気は真昼に何年ぐらいあったのえーっとね。 去年から、だから一年ぐらいかな、私も。えー、千歳空港から苫小牧近いんだ。近いね。割と。割と近いですね。今このショールームで練習したら、瀬戸りバレるバレる。瀬戸りがばれちゃう。北海道行きたい。北海道に住みたい、私。北海道から通えるもんなら。 米上空飛ぶよね飛ぶ飛ぶいくらが食べたいいいね1年ぐらい去年会ってたのえあったよ去年あったあったなんだティフ違うなんかライブであったこんにちはこんにちはのんちゃん こんにちは外目湖前の状況上空上空通るウフフウィアジムマジで北海道がこっち来いよってめっちゃ思ってるんだけどわかるわかるわかるよ千葉の下らへんにくっつけてほしい会社にプライベートジェット買ってもらおう あ,あ、猫のドライバーさん、道端に咲いていたらきっと誰かが積んでしまいそうなぐらい綺麗なお花をありがとう。マモマモ守る。道端に咲いていたらきっと誰かが積んでしまいそうなぐらい綺麗なお花をたくさんたくさんたくさんありがとう。マモは守る。守る。マモマモマモ、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 ありがとう。そして猫のドライバーさん、マーヤーをありがとう。ディズニー行くのりで北海道行きたい。来てほしい。 欲しいよめっちゃ言うやんだってめっちゃくれたからライブかなその後はライブなかったしえ違うあのねなんだっけな,なんかのライブでね来てたんだよ普通にお客さんとして。 そそろそろディズニーより札幌行く方が回数勝ちそうん回数勝ちりそう札幌時計台しか行かなかった来年は行くとここに決めた去年も思った <laughs> あっ辻さん道端に咲いていたらきっと誰かが摘んでしまうようなぐらい綺麗なお花をありがとうまさりそうまさりそうって呼ぶんだ 5時かと思っちゃそうスパゴのライブって何だっけ台湾かななんか忘れちゃったなんか呪文みたいやな呪文じゃないですよ花の名前ですこのギフトの名前ですギフトの名前を付ける天才なので私は <laughs> もうなんかね北海道はね空気がいいからねすごいね眠り深い。てかおうちのベッドより寝やすい。あの東京のベッド確かに天才だから否定できないでしょう。ノーザンホースパーク行く。ノーザンねいいね。 寒い夜は寒いかなとても、うん、夜は上着ないとちょっとで昼間も風が冷たいから風あるとちょっと眠り深いと羨ましいガチで最近睡眠障害でどうしようかと思ってます あれなんですよ東京ではねめちゃめちゃ眠り浅くて外のなんな風の音とか外を歩いてる人の声とかでめっちゃ起きるんですけどなんかね布団がいいとね深眠りしてたら本当に普通のこの実家のねお布団深眠りしちゃうすいません日本語がよく分かりません 私も日本語わからないんでどうにかになります。ええ、スペーキングリシオーケー。Speak okay. 実家の安心感めっちゃわかります。だよね。実家しか勝たんのよ。実家まさり、まさり、まさる。そんな気持ちわかるわ。寒くて夜中起きた。あとまく東京。東京も寒い。福島も夜なんて動物の鳴き声しかしません。てかさ。 あのこ長目であたで送ろうとしたんだけどちょっとだけ言うとなんかやっぱ北海道のなんか感覚すごいねこう帰ってきた時に思い返すなんか昨日お友達何人かと会ったんですけどその車運転してもらってご飯屋さんの行き帰りとかでなんかそのみんなが「本当しか気をつけてね」みたいな。 この辺よく出るからほんと鹿気をつけてちょっとスピード出しすぎ鹿とぶつかるみたいなさめっちゃ鹿の心配すんのマジで真剣にみんなであなんかこの感覚懐かしいなとか思うしだからこの間熊をね熊の影を見かけたらしくて家の裏の山でその友達がでなんかそのこの間見た熊の影がすごい結構。 大きかったんだよね見て久々にあんな大きいの見たとかなんか感覚思い返した「運転したんだえ私は運転してないよ」そうでこの間その友達が鹿を引いたっていうか鹿とぶつかったらしくてめちゃめちゃでっかい鹿きとぶつかったらしいんだけど車はもう廃車になっちゃってでも鹿は。 ちょっとコケってなって走って逃げてったらしいタヌキタヌキ見たことないな北海道でクマ遭遇した時マジ怖かったどういうシチュエーションでトシオさんは遭遇したシカさ,ん強いシカさん強いよ本当に。 漫画漫画分かんないなその大地のやつそう車より宿が無事でよかったそうまあそうだね命はみんな助かったからよかったイノシシならぶつかったことあるイノシシってやっぱさ凶暴なのかな 盲信的なのしてくるのかな北海道の空気を中でてみたいいよね北海道銀とサージ鹿さんだよ鹿さんだ最近映画見た見てない日向坂さんの見たいけど終わっちゃったかな好きなアニメはありますか 好きなアニメ「クレヨンしんちゃん」イノシシ。わ、いいと見た。いいね。イノシシはドア一枚交換になるくらいのダメ。あ、そうなんだ。いきなり出てくるから間に合わなかった。えー、そうなの日向坂の映画良かったですよね。いいらしいね。見たいんだよね。終わっちゃったよね、多分。 お,おちゃんの缶詰さんカウントありがとう <coughs> とうとう歩いてたな脇から顔出してた私は逃げた怖いねそれクレヨンしんちゃんのモノマネよくやってるもんねほらしのすけだとねなこねえさん どう似てるひろ <laughs> まるこんにちはこんにちはクオリティ高えじゃ褒められたんだけどうまねーしかねえゆきおねえさんものかと思ったえへ褒められた65点え65点ももらえるんだこんないきなりやって似てる似てる65点 あのギャップいいねえ似てるだってやった坊ちゃんで坊ちゃむずいいいねえいいねありがとうねこのドライバーさんえー、すごいいきなりやって似てるって言われて気分いいね <laughs> 嬉しいねえむちぶりに答えてくれるだけで120点優しいーそれ特技にした方がいい んちゃん地元春日部防遠隊に入りないじゃ一番得意な組長先生お願いします今やってるから <laughs> 今顔モノマネやってるからあのサングラスがギラってなってる瞬間の組長先生やってるからやってないと思ったでしょ セリフ有名なセリフがわからんの <laughs> お昼のゆうきりんこんにちはパクちゃんこんにちは春日部ポンエンタイマジカーワラワラワラゆうきりん来たよ元気かゆうたくん来てくれてありがとう元気顔は伝わらんいやラジオまさかの顔もない似てる見えた気がした似てるやった,ーやった たラジオ配信で顔まですな見てよ画面を画面をしっかり見てたら多分見えるよ坊ちゃんの真似してみて坊坊 <laughs> やば坊ちゃんの真似って何ちゃん だめだっていいんだってしんちゃんで止めといてよみんな心が嫌いな人には見えるのかぽう言ってますやん画面越し見ろとかそんな嫁さんしかできんわ嫁さんいないから今顔見たいよだめなのわらわらちょっと似ててくさ愛してるんなこと おるわあれいた嫁さんいたもう帰ったかと思った自信あるモノマネは犬の鳴き声どう似てるいないことになっとった割と話膨らんで草どころかしろ。<laughs> ねえ聞いてあのね 面白い話があるんだけどさあの「雄太郎さんぴょんぴょんありがとう」ずっと前にねあの苫小牧民放の取材をさしてもらったっていうのをねおばあちゃんに言ったの。でそしたらおばあちゃんがあの なんだそれ「嫁コックスが買うやつか」って言ってた苫小牧民法の覚え方いや普通に新聞だよって言ったこんにちは影さんこんにちは「嫁コックスがいっぱい買うやつか」 いやまあそうかもしんないけどいや普通に新聞ってマジレスしといて新聞かーって言っといたユキリに褒められるより嬉しいわほらほらほら皆みな皆皆なみ皆皆様ぜひ気軽にコメントしてねガラーン ああ、ゆうきちゃんもついに、もうベッドに寝、ね、転んでしまいましたー。ポキっ、てった。いっぱいかもしれない。ツイッターフォローされてるんか、それはないでしょうね。ブリックファ塾紹介してもらえますか。はーい。どさんこから、パッカーン。育ちました。 んたさコパワーをやめやめよ <laughs> やめよああ寝ますねしゅうちゃんもベッドで寝転んでるのよお揃ろいですねコメントしすぎてうざいと思われてなんか心配え気軽にみんなして友みんぽ婦は寝てる帰るんで皆さん宿夜の最高やめるんかい <laughs> やめよ 中で恥ずかしがるんじゃないよよや,やめよう <laughs> そういうキャラじゃないからやめよう、うん、みんなは今日はもうお仕事中ですよねすごい横になるとねあのお腹が止まらないぐらいになるんですよこれ結城ちゃんあるあるなんですけども。 かわい,いから何してもいいんだよ君は坊ちゃんは恥ずかしくないのにいやなんか「ぶりっこして」とかはもう一番嫌お仕事の昼休憩中飛び切りのなる直樹お仕事終わったの お疲れ様。すっごいお腹鳴る。私横になったらほんと止まらないんだよね。胃腸の流れが良くなるのかね。やきやきやきお疲れ様。仕事明けで1時間前に着きました。じゃあ今からおねんね。タイム会社でお昼お昼休み中いいね。いいね。ご飯食べた？おけりさんハートありがとう。1時から授業でーす。 ゆきちゃんになりたいので今からお腹鳴らす努力しますとゆくちゃん網走とかオホーツクの方に行ったことありますかあるよ網走刑務所とかも行ったことあるしこれから仕事に向かうんでまたそのうちおお仕事頑張ってねにゃオみんさんちゃんとしっかりおいでよまた俺も寝たいお,さお仕事をサボってよくいないたほんま聞こえるなまだ授業中で 授業中なの今,今日まで休みですおいいね岡田何すんの一元終わり最高だーの気持ちいいやきやきやで寝落ちそうです目の覚める一言言うだろ「うたろおはよう」目覚めたチリン ASMR でよく眠れそうだけどやることあるので寝ませんで泣いて。 光が恋しくなってしまいスシロー来てますスシロー好きだよでもスシロー早くまたおいでねごはむくーゆたろくー今の色気むむんなーなー多分政治巡礼追いついて岡田さんセゴにいますよ 次の札幌遠征まだそれなスパガと一緒に遠征する旅行が一番楽しい嬉しいこと言ってくれるじゃんか。はいごはいごか。また早く札幌行きたい。おいでなされ。はいご。はいご。 そそろそろ配信をおししままいにしますねお昼ご飯を食べてくるのゆきちゃんお昼ご飯に食べてくるんだよ今年初の遠征楽しすぎた来てくれてありがとう2回目に会えたけどもっと会いたいね来年のライブプランの日程も発表されたもんなそうなの来たい来たい。 ウニがすごい美味しかったですウニ食べれないさうん。今行かれてるんですかどこにみんなのインスタに載ってたイクラ丼みたいなやつ食べたい美味しかったようそやん今来たとこダメだよ遅いよ塩を道端に咲いていたらきっと誰かが摘んでしまいそうだから綺麗なお花をありがとう しほあ、お昼ごはん買いに行こう。リアルにバスツアーを今なら旅行会社乗ってくれやすいから。大地お疲れ。ありがとう。大地もお疲れ。ジンギスカンいいな。一生。ジンギスカン羨ましい。一生。お昼ごはん楽しんでくださーい。ありがとう。食う。キス。キスに。あ、画面を刺さった。 キスにキスこれよく言われてるこのダジャレジンギスカン悩ましいな一生星野朱クさんこんにちはあうにゃかんのやそう北海道が恋しくて元祖寿司に来てますお寿司いいよねお寿司食べたくなってきた遠征で100分もライブ見られてほんと幸せでした4 5 6 7 すごいねちゃんと計算するんだねラジオ澤さんの配信と聞いてそうだよ無理なのおそろいじゃん無理なんだよねあ守る商店街のガラガラ守る商店街のガラガラ抽選ありがとうゆっくりリフレッシュしてまた帰ってきたら元気ください帰るよもう帰る 明日リハーサルもう帰る帰るよ海鮮丼買いに行こうかないいよね食べたくなるクゥーフリンナオッケーにクゥー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 すごいじゃんちょっとゆきちゃんのチンゲスカンになってくる意味わからんよたバらん ウニそんな気分じゃなかったけど食べたら思いのほか美味しかったえー、でも結城の遠い親戚ウニ漁師をね稚内の方でやってるんですけどその取れたてのウニを食べさせてもらったことあるんですけどちっちゃな頃ダメだったウニそんな気分じゃなかったけど食べたら思いのほか美味しかったのえー、ライブのさ 2日目の1公演目のライブの直前の SE 流れる直前のシーンとした時にさ、クー言うてた人たちいるでしょ。それ聞いてちょっと笑っちゃったんだから私。本物だー言うて。ゆうきさんインスタのリールあったないぞ。それで余計に感動。チリンだけの特権にします。いや、教え方確かにガラガラ中世に見えるけどでしょ。 ゆうきさんの代わりにこの世のウニ食べときますね食べて明日もう10月ってマジかよそれな今日帰るんや日曜日はていですねこのあと何食うの <laughs> この後はジンギスカン食うのちょっとだけ星集めてきてよありがとう高いウニ食べたい食う食う言うてる本物本物食う本物インスタの自分のアカウントの画面のプラス ボタンみたいなところにあったえな、ー、にそれリールはインスタグラムのカメラマーク押すとあるよえな、ー、にそれクーこれミスミス <laughs> ではそろそろ終わるぞあたで送るありがとうジンゲスカーまたクーいたいみんな使うじゃんみんな使うじゃん 食うの本物ってなんすか？あれでしょ、発信源ってことでしょ。食う。で、ジンギスカン食べてたら、その店、新宿にあるって言われて泣いたえ、でもね、違うさ、全然。あの、味が、私もね、その上京した時に、もうジンギスカンが恋しすぎて、あの、ジンギスカン食べに行ったの。知って、北海道でよく食べてた店に行ったの。どことは言わないんだけど、美味しいところももちろんあるから。 行ったんだけど本当にこのどさんこの私がジンギスカン大好きな私があの臭すぎて食べれなかったもう終わっちゃうの飲み物はあれじゃないですか本気まあそれも確かにね食う違いやな時戻るした食うし しっかりしてなねえしたくしないとまだ何もしてないすごいじゃんみんな唐揚げいいじゃんジンギスカン食うい逃したの悔しくて食う食うほこり出て,て食うジンギスカンが一番うまい札幌ビール店のすごい隠れたとこにあるジンギスカンめっちゃ美味しかったあ美味しいよねあそこ気をつけて帰ってきて食うれよな こんにちは亮さんおいしいジンギスカン東京でも食えるので是非ねあの食べに行くおいしいところクーが使いたいだけの祭りえクー大喜利やないんですか違うから本物本物がなかなか出てこないっていうホケルでセクモにはまっちゃったおい美味しいよねホットシェフ食べたクー大流行ですかニジストニジスとの流行語大賞入るんじゃない 明日か東京の隣北海道来ないねえちょっと連れてくか食う心菜食べたい私も食う使いたいのに使わなくて食う食うなんとかしてる金沢有効林それはアウトただの悪のりですではではではジンギスカン食べてきますよ私はお母ちゃまと <laughs> ママとジンギスカンを食べてきます では皆様、お昼間からありがとうございますいいバ,イバ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 イできます私はね、明日リハーサルしたらね なずちゃんとね、しばらく一緒にいるんだよ、私。夜を共に過ごすんだよ。いいでっちょ。また配信してやするよ。そんなこと言われたらしちゃうよ。それはうらやましい。一生何の報告え、楽しみっていう報告を。 おデートす、とか、その、おデートしかしない。なんやって、俺としてくれ。俺ともしようか。札幌遠征からの那須遠征、その那須遠征。なんだと、一生何時までやる。今日、もうお茶よ。俺も入れてくれ、だめー。俺も決算とデートするか。聞き捨てなら俺にも何故かして、誰かデートしよう。早く私とてもいいよ。 共に過ごしてくれ仕方ない小浜とデートするか <laughs> いいでっちょ全力の自慢されて空案件いいでしょうではではでは終わりにしますねジンギスカいいな一生ナスちゃんはねもう毎日ラインしてる昨日もう 3時ぐらいまでもう寝落ちするまで毎日 LINE してるで朝起きて LINE して昨日も3時ぐらいまで LINE してたアナゴ来まして「えー、アナゴさん食べれない」「スパガレデートするなら米かな彼女ちゃんそれかう」「雪とも誰かデートしてよ!」 他か以ずっとなちゃんと一緒にいて今だった確かにずっと一緒にいた LINE 返すの早くなったのあちょっと早くなったと思うなずちゃんと LINE するようになってうんもう恋人じゃん付き合ってんの付き合ってないよデートします、はい、はい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 わら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 では終わりにしますね 俺やる言うてるやん。リール待ってる。だからリールないんだってば、ゆきのインスタ。<laughs> なぜか。こないだそれメンバーで話題になってさ、私のインスタ、メンバー、私やり方分かんないだけかと思って、メンバーに見せたらさ、えゆきりでの本当にないってなって。そうないらしい。アップデートもしてんのに。終わりにしますね、5回目。いや、だってさ、寂しいじゃん。終わりたくはないじゃん。 でもさ、時間っていうものはさ無限にあるわけじゃないからさとりあえずさママがさご飯食べずに待ってるんだわ <laughs> だからさちょっとそろそろ言ってあげないと配信する前ですらちょっとお腹空いてきちゃったなー言うてたからさ <laughs> 家族との時間一番大切ありがとう終わっちゃうよ ジンゲスカ配信超深いな。ジンギスカン送ってね。なんか深いこと言うてるな。終わる終わる詐欺です。まあまあ、もう登場すればいいの、ね。まだ聞きたいな。まだ聞きたいのインスタコラムじゃないのじゃあ、バイバイ。じゃあ、バイバイ。かわいい。ありがとう。<laughs> お母さん、僕、たまくまいみんぽたくさん買います。早く行ってあげて。そう。早くちょっと行ってあげるわ。ではでは、皆さん。 でもね、おそらくこの配信見てる気がするんだよね、下で。おいおいおい、ジンギスカン食べてくれたママ、まあ、ごめんなさい。おいちもお母さん、娘さん最高ですね。急にお母さんにコメントすんな。ゆ <laughs> きユキちゃんのママにジンギスカン、おりたい。では。 ジンギスカン食べに行ってきますねではではバイバーイしたっけね急遽なのにお昼から来てくれた皆さんありがとうバイバーイねえ思った思った思ったよ 岡田,でしょ岡田のお母さんの書き方でしょ思ったバイバイまたねバイバーイ、ま、ーバイバーイ, <laughs> バイ,バーイ